ごめん、老朽会には行けません。今、プエルトリコにいます。この国で冬季に開催されているインターリーグに、私は参加しています。本当は、日本の冬が恋しいけれど、でも、今はもう少しだけ、知らないふりをします。私がこのリーグでする経験も、きっといつか、私の糧になると思うから。これ言いたいがためにプエルトリコにいる説。さすがなんて言う、ネットリーグをうまく使ってる。現地で金太郎、ちなみ呼びされてんのほんまに笑った。こういうとこだけコントロール完璧だよな。子供たちの夢とかじゃなくて私の糧なのバカ面白い。SNS で受けるコントロールは精度高いんやけどな。これ大成建設野球部入団の匂わせだろ。日本に帰っても阪神に居場所はないからね。なお、立ち上がりの恐怖をプエルトリカンたちに叩き込んでる模様。のみの心臓のくせにこういうとこだけ完璧な関西人出してくるあたり藤波って憎めんやつよな。ただ、NPB には帰ってこんでくれ。シンガポールマウントネキなんやこのハッシュタグおもろすぎるやろ。さすが気づいた見てるだけあるな。俺は藤波のこういうところ好き。プエルトリコインターリーグに来、頑張ってほしい。野球のうまいおもろいあんちゃんすぎて好き。世界一野球のうまいなんじゃいたみ。シンガポールマウントネキほんまくさ、その観点で見たことねえから斬新すぎる。藤波元気そうで何より。インターネットうますぎ。野球より上手いやろ。